そうですね。はい、こんにちは。はい、小林義弘と申します。年齢は68、昭和でいうと28年生まれ、西暦1953年から13年。農業歴はちょうど40年。まあ18まで、高校までこの島にいたんで、それから島を出て10年ぐらいよそにいて、で、まあ28で帰ってきて、まあ、1年遅れぐらいで結婚して、まあ、28ぐらいだから、今68だから40年ですよね。はい、有機農業歴がマイナス5年ぐらい、35年ぐらい。まあ、親が観光農業してたんで、はい、しばらくは親の言う通りして、で、向こうにいるときに、ちょうどなんていうかな、有機農業が始まったばかり。ちょうどなんていうかね、高度経済成長の真っ只中を歩いてるでしょ。公害が 出始めたんですよね。で、劇薬の農薬をまだ当時いっぱい使ってて、でこう体に障害が出た。それとその消費者の安全なものを食べたいっていう両方からよね、政教運動とか始まって。有吉砂漠の汚染か、あの時代ですね。そう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 。だから、ちょうどその頃、有機農業研究会っていうのも、まあ、いろいろちょっと前後ありますけど、設立されたんじゃないかなと思って、うん、だから、千葉県の三好村とか、はい、そこはほら、安全な食品を作って食べる会みたいな消費者がその会を作って、多分生産者を説得して始まったりとか、うん、そこも行ったし、それから世田谷区に大平さんって、かなり有名な方ですけど、大平博さんって、そこはちょっとその時、出版をしているようなところもちょっといたんで、うん、こう取材を兼ねてお話聞きましたけど、世田谷区って言ってもすごく木に囲まれてて、要するに緑がいっぱいあるところ、はい、それの伐採の枝とか、同園業者のそういう枝とかを受け入れて、チップスターっていう機械にかけて、もうそれで堆肥を作ってやってるっていう。で、消費者とやっぱ結びついて、定型っていう言い方をしてましたけど、そうやって、だから少しこう情報とか知識があった状態で五島に帰ってきて、で、そうですね、有機の、だから有機農業をするときはまあ手探りでしたけど、うん、それから5年後ぐらいに、今熊本のちょっと代表の方が、私よりだいぶ若いんですけど、沢村さんってことですか。ああ、照彦ですね、うん、がやってる宇都のみかんの中で、みかんの有機の世界ではですね、トマト、うん、トマトとね、はい、すごい、すごい人気。それはね、いいですか、話。あ、もう韓国のチョウハンギさんって今90ぐらいの人が、若い頃すごく日本に足しげく通って、いろんなその農業技術とか発酵の技術ね、最初発酵とかそういう考えなくて、こう経験でしてたらしいですよ、うん、その何だったっけ、そういうのとか、考え方とか、はい、それから栄養周期、作物がどうやって栄養を吸収していくか、うん、土作り、そういったものをそれぞれの違う先生から学んで、うん、それをこう体系化した自然農業っていう考え方がある。自然農法とか自然栽培とはちょっと違って、まあ、自然農業、自然農法、自然栽培はあんまりそれやったことないんですけど、割と手をかけないですよね、ちょっとしか。一応手はかけるんですけど、うん、その特に微生物次第は結構作って、うん、なるべく土着とか自前のものを作って、それでこうやってるのにちょっとその出会って、当時やっぱり講習会をずっとしてたんですよ、うん、その方が日本で、うん、年に何回も、まあ50人ぐらい組でやったじゃないかな、ハッカソン、はい、ああいうレベルで5泊6日とか行って、はい、で熊本の人吉、
そこに第2回目の時に5泊6日で参加して、うん、それから今の模倣を大体ずっと実践して30年ぐらい、うん、ただほら、手取り足取りにならわけじゃないんで、はい、世界的に有名な人ですから、まあ、3回ぐらいしか会ったことないですけどね、うん、だから考え方をもとに自分でこう手探りでやって、はい、まあ、続けてますけど、はい、そのやり方はね、やっぱ地域で手に入るものがそれぞれ違うんで、だから結構手探りっていうか、そうですね、自分なりの考え方が多いかなと思いますけど。そうです、後ほどその細かいお話をお願いします。ああ、じゃあ富田さん、ご経歴を簡単にお話しいただけますか。こんにちは、熊本の菊池の富田です。ですね、農業歴がいいと考え、今考えたとき、僕、52年目になるかもしれないですね。で、自然農法に出会ったのが、45年か6年ぐらいだろうと思います。で、ただ、最初の頃は、もう本当、自然農法といっても、遊びみたいな感じでやってたもんだから、先のことは、ね、全然考えないで、自分の、やっぱこう、自己満足の世界だったと思いますね。うん、ただ僕は小さい時から魚取りが好きなもんだから、本当に一日中夏は魚取りに行ってずっともう遊んでいましたね。勉強は一切しないで、うんうん、もうそれだけは自慢ができますけど。ただそういう中で僕一応一番記憶に残っているのがですね、中学校3年生の時にですね、川に夜にナマズじゃないけど、ナマズよりも小さい原魚って言いますけどね、刺されると猛毒を持っているような魚がですね、それを魚釣りに行ってたんですよ。で、一晩にね、20匹、30匹釣ると、それが嬉しくて、毎晩釣りに行ってたんですよ。それがですね、1年経つと、1年後ですね、だから僕も高校1年だから16歳の時に、また同じような状態で魚釣りに、夜釣りに行ったところが、一匹も釣れなくなったんですよ。あれショックだったですね。あれがやっぱ自分の完全なトラウマになってると。で、そのなんでそういうのが魚が、そういう魚が、要するに地べたにおる魚ですね、あれがなくなったんですよ。浮いてる魚はそんなになくならなかったけど、そのところはやっぱその農薬のホリドールとか、ポリドールにパラチオンとかですね、確かそういうの追菌剤みたいな農薬が強い劇薬があって、その影響でその魚がいなくなったというのは何年後かにこういろんなあれでですね分かったんですけど、それがものすごくやっぱり自分の一番頭に残った、それがやっぱり16歳の時だったと思うんですよ。それまではね、川に行けばね、もう取り放題ですよ。で、まあ、そういうことでいろんなこう農業をやり始めて、まあ、自然農法に出会ったのはちょうど24歳か5歳ぐらいの年がですね、そのぐらいの時ですけどね、やっぱり農業をやっていて、化学肥料とか農薬とかそういうもののなんかちょっと問題というのも、なんか訳は分からんけど、勝手に自分で解釈して、あ、こういうのは使うことできんとだなということでやってまして、今言われたね、僕もそのいろんな勇気ですね、今言ったのは菊池の方での後藤清人さんという素晴らしい方がいらっしゃるんですけどね、ぼかし作りの先生ですけど、そういう方たちとも一緒になって有機農業もやったり、電子技法、電子農法でも言いますけど、うん、炭と水を使ったですね、うん、農法、そういうものをですね、いろんなやり方をやってたんですよ。で、みんなどれも素晴らしいし、やっぱものすごく、やっぱ未だにやっぱそれが元になって勉強になってますけど、でも最終的にですね、行き着いたのが自然農法なんですよ。まあ、自然栽培とも言いますけど、ここは一言で言うなら、何が一番簡単かというと、肥料農薬を一切いらない、金がいらない、
もちろん機械はともかくとしてですね、そのものに対する投資がいらない。これが今一番なんかいいところかなと、うん、だからたくさんのこう、ね、売り上げは上げないかもしれないけど利益率というのが今ものすごく高いから、そういう面ではですね素晴らしいし、うん、だけど今後もまあいろいろあるかもしれませんけど、自分は自分なりにこの自分の考え方の中で世の中の人たちに伝えていきたいかなと思っているところですね、はい、ありがとうございます。じゃあ話、今度今までやられてきたことの苦労話いろいろお伺いしたいんですが、小川さんはその土作りということに関してどういうトライアルして、それをどういうふうに工夫して変えてこられたんでしょうか。なかなか難しいですね。そのなんていうかな、やり方としては今できることをこれだろうと思いますけど、なんていうかこうすれば簡単にいくとか、うん、こうすればうまくいくみたいなのは、それをなんとかこう人に伝えれるようなものはまだないですね。もう ずっとこうなんか実験みたいな試行錯誤で、うん、ただその自分の作ったものが、まあ、当然経済確保してますから、販売確保してますから、いろんなルートでこう売りますよね、うん、ほとんど高い評価を受けますね。その場合によっては数値、うんうん、まあ、糖度であったり、うん、なんていうかこう食べた人の感想を数値化したものとかこう見せてもらう、フィードバックでね、はい、うん、全然、まあ、かなり上ランクですけど、作る過程はだから大体の体型は持ってるけど、はい、うん、その肉付けは結構試験をしたり、まあ、ずっとここが到達点みたいなことはないんですけど、ね、うん、基本的にはね、土作りはやっぱり、自然の保自然栽培というのは比較的何も手を加えないんですよね。うん、まあよっぽどですね。まあ、なんだっけ、福岡正信先生とか、はい、奇跡のりんごの木村さんとかのを、まあ、本で読んだぐらいの認識、はい、で自分では畑、まあ、少ない面ですけど3年不耕起栽培、その自然農法って呼べるほどじゃなくて、うん、不耕起でしたらどうなるのかっていうのをしたことあるんですよ、うん、自然農ですけどね、うん、でそこで感じたのはなんていうかな、その区間が自然化するっていうか、ダンゴムシが増えたり小動物が増えたり、はい、それから排水が良くなったり、そういう利点はあるけど、やっぱりその草に作物が負けてしまったり、うん、特にその不耕起栽培を長年すると、つる性の地下茎、地下に根っこがこう張るような、そういった植物がすごく勢力を増しますもんね。そういうのがとても手に負えなくて、うん、これは無理だなと、その一方で利点も認めつつ、うん、要するになりわい、はい、生活とか経営って考えた場合に僕は自分では無理だと思ってやめましたけどね、うん、だからそこからそのなれあだからたくさん堆肥を作ったりとか、まあ、そういうことはしてなくて、うん、まあ、冬場に麦、最初はライ麦を巻いてましたけど、種を確保するのに普通のコンバインを使うとコンバインの中で混ざったりして乾燥機とかで混ざるんですよね。だからあんま良くなくて、うん、今は農協のくず麦、規格外の麦を使ったり、うん、で自然農業では比較的ぼかしを作るんで、米ぬか主体もその中にその発酵菌とか地元の土を入れたりして、はい、それを一番作るかな、うん、あとさまざまなその液体の微生物資材ですよね、はい、典型緑樹って、あ、後藤さんとはその自然農業の第2回の人吉でやった時に同じく出会った人ね、うん、
それから入江さんを最初に私が連れて行ったのは水俣の新田さんって言って、うん、同じ会その人も同期で、この間今年になってから亡くなったのかな、入江さんがそこのみかんの種で感動して、うん、なんか私の言うことだけで聞かなかったんだけど、信用してなかったんだけど、うん、水俣に一緒に行ったことで納得したっていうか、でその戻りますけど、たくさんの微生物資材を作るんですよ。作ったり、まあ時には氷もありますけどね、はい、それぼかしとそれの活用、まあできるんだったらクンタンとか、まあ、クンタンは若干焼きますけど、うん、畑全部にもみ殻ね、もみ殻クンタン、はい、まあ、入れるだけ確保できないんで、まあ、育苗とか部分的には使いますけど、そういう炭資材とかもいいですけど、うん、あとはいろいろですね、あの、うん、野草、これですか、農家さんからの、その農家さんからの依頼があったときに、うん、何を基準にそこの農家さんに合うものをこう作ってあげるんですか。ね、まあ典型でよく言って、今そのちょっと光合成細菌っていうのが、あの微生物次第の中で非常に力を持ってるなと思ってて、好奇性とか嫌気性って分かりますか。そうです、その嫌気性の菌なんですよ、うん、今土とか中に潜っていく、はいはい、それね、それと普通大抵の微生物ってやっぱ温度が25度ぐらいがこう比較的活動するっていうか、はい、今の時期になると30度になるでしょ、活動が鈍るんですよ、うん、で作物もやっぱり夏バテするんで、うん、その時にそのやっぱ光合成細菌を使うと良かったり、その身近な問題でぶつかったのはそれこそお茶の入江さんですけど、うん、お茶畑ってこう畝があって、それこれがお茶ね、はいはい、でこうドーム状にこう、うん、あれはもう静止剪定してああいう風になってるわけ、ね、はい、でその剪定したくずがちょうどこう機械がこう走るもんだから、またいでキャタピラの通路でその通路に落ちるんです、うんうん、お茶の枝が、うん、それから施肥、肥料をやるのもその畝の、その溝の中に行くわけね、はい、で堆肥もそこに行くわけ、だからお茶の枝と堆肥をこうみんなそれはいいと思ってやってるじゃないですか、うんうん、そこをこのキャタピラーの作業機でこう踏み固めていく、でそこがね、お茶畑変な感じで見てくれるって言って、うん、こう掘ってみたりしたらもう全然そのまんま入れたまんまで嫌な匂いだけするわけね、動物さん、だから悪い方の嫌気状態に なってるから、もう分解が全然されてなくて、そこでその使ったんですよ、光合成細菌だけじゃないけど、それでまあ食味も上がりますしね、それとか別に企業とかコンサルしてるわけじゃないじゃないですか、ところが入江さんはよからと思ってどっかでその困ってることとかを聞くと、すぐそのあそこ行ってみらんかみたいな感じで無茶ぶりするわけですよ全然ビジネスでも何でもないんですよ、言われたらさ俺知らんよって言われんじゃん、とりあえず行ってみて一緒に作業して、で解決したのもいっぱいあるし、ただちょっと戻りますけど、富田さんはやっぱり、自然の始める前の自分の中のなんかこう原型っていうかさ、うんうん、あるじゃないか、体系的な考え方としてね、はい、子供の頃その魚がおらんくなったっていう話ね、はい、だから そういう人がある人はやっぱりこうそれでこう 今出会った農法を続けられるけど、うん、無茶振りされてさ困ったところのここだけなんとかしようっつってでも本人がそもそも分かってないですもん、その、うんうん、なんで良くなったとかさ、うんうん、だから良くなったっていう結果だけがあって本人の中にこう体系的なものがないから、うんうん、もう結局継続してない、継続できないんですか、うんうん、それはもう 何年かしたり下手したらこうなんていうかな、ちょっとトラブルに近くなったりとかしますね、うんうん、だから、さっきも言いましたけど自分のやり方を
これがあれだからこうしたらいいよっていう体験的なものを人には伝える。私自身はほら体験的なものを教えてくれた人がいたから、うん、一応それにそれを元にしてプラス自分の経験とか自分のアイディアとか情報を入れて今自分がこうしてるだけで、うん、だから自分の子供ぐらいだったら伝わるけどさ、うん、伝わんない。そういう意味では富田さんはいろいろと自然の方をやられて何がこう手応えというかやれぞというそういったことは何か起こりましたか。やれるぞというのは自分 の個人の流れの中で自分が受けたことですね。そうね、やっぱそれには時間がかかりましたね、うん、どれぐらいかかりますか。時間ちょっと言えないですね、うん、言えないというかこう自分の45年の中で例えば5年、10年、20年って区切りの中でいくならばやっぱりもう一番はっきり確認できたのはもう最近の10年じゃないかなと思うんですね。ただ思いはもうずっと強い。 今の話じゃないですけどその、まあ、魚のことでじゃないですけど基本的には軸がぶれない生き方考え方だけはやってましたから、うん、ただ自分であこれでっていうのはもうやっぱ最近じゃないかなと思うんですね、うん、そういう中で今さっき言われたいつも言うけど米作りの中ではですね僕はもうはっきり言ってからもう何も入れないって言うとちょっとね違和感があるかもしれませんけどでも現実にそれでもう7票ぐらい取れるようになったもんだからですね取れるところは去年なんか 7.5 票ぐらい取れるところができてきましたよね。だからこれは自分のやり方考え方、まあ、自分だけのことじゃないさっき言った話がみんな仲間の集約した考え方の中でいくならばお米作りに関してはできるんじゃないかなっていうのところまでは来ていますね。もう9割方は多分これで9割以上できてると思うけど実は畑はですね本当手がいるし複雑だし作物もいろいろあるしそういう中で物語を作っていかんといかんというのはちょっと大変だなっていうのがありますね。ただ今自分たちがやっていた中で人参ですねやっぱ人参も本当に腐敗に入らないというかやっぱもう引き抜いたのをそのままほったらかすと発酵する発酵しますよね。人参ももう大根も一緒とネギとか玉ねぎなんかはですね同じ有機だ自然だと言ってもうちの、まあ、名前言うといかんけどある店でずっと料理してますから玉ねぎも 目が染みますって料理人が言うから あ本当ねってねうちのちょっとネギを持ってこようか玉ねぎ持ってこようかって言って取り替えてですねちっちゃいですねもう大きいやるじゃないけどそれを提供するとですねああ不思議本当に目に染みらないですねってだからまあ終了面に関してはですねもう本当あんまりもう立派なことは言えませんけど安心安全面でいくならばかなりのところまでこう土壌が改良してきてるんじゃないかな、うんうん、だからうち自分の場合はもう畑に関してはいろんな人ですねやっぱこういろんな進んでる人がいるからそういう人たちの情報を集めながら社会に対する思いを伝えていく段階ですね、うん、それでまた小葉さんに話を振りますけれども先ほどおっしゃった技術継承、ん？技術継承。ああ、技術継承ね。はい。で、まあ子供ならできるかもしれないとおっしゃってるんですが、うん、技術継承の、まあ、状況と、うんまあ、これから小葉さんの技術はどういうふうにしたら、まあ、みんなのために生かせるかみたいな点をお話しいただけませんか。うん、まあ難しいですね。私子供が3人いるんですよ。はい。八木さん、まあ、娘は知ってますよね、はい、一緒に。さんも。まあ、で、帰ってきたときに、農業しようっていう気持ちもあって、1年ぐらいはやりましたけど、その、畑の労働がどうも務まらないみたいで、大変すぎてね、だからもうそれはなしで、で長男は福岡にいるんですけど、
なかなか帰ってこんとですよ、うん、ただその商品に貼るシール、ラベルを作ってくれるっていう、まあ、そういうのは作ってくれたり、長男は、次男は東京にいて、まあ、商社にいるんですけど、うん、で、まあ、販売先が東京のお店とかあるもんで、そこの営業とかそういうのは手伝ってくれるし、で、まあ、年に、まあ、コロナがあるからしょっちゅう帰ってこれないですけど、帰ってこれる時には来て、うん、まあ、忙しいの分かってるからね、はい、だから一切遊びなしで、この間も1週間、5月か、うん、1週間しか来たんですけど、ずっともう仕事手伝いで、で、技術的なこともその口とか文章で伝わるのは分かってるはずですけど、うん、ただ実際やったことないんで、あ、で他人はね、私は一人で基本してるんですよね。で、収穫の忙しい時だけ、例えばさつまいも掘りとか、うん、あ、作ってるものは米とさつまいもと、まあ、生姜、ニンニク、砂糖、芋、じゃがいもぐらいが一応販売で、うん、野菜はちょこっと。で、何話してるんだっけ、まあ、化粧将来的に、うん、はい、あ、そうそう、その移住者多いじゃないですか。で、いろんなご縁でこの10年ぐらいにまとめて8人受け入れたこともあるんです。研修生という形でね、補助事業、私が事業主だ、事業主体じゃなくて誰かが始めたのをこう振り先っていうかで受けたことあったり、まあ、個人的に知り合って、まあ、自分がほら若い頃よそでお世話になったから、やっぱこう自然に移住してきた人ともこう縁になるし、だからまあお世話じゃないけどしたことあるけど、やっぱなかなかうまくいかない、うん、まあ、さっき言ったようにその元がやっぱそれぞれ違うじゃないですか、うんうん、まあ、それが一つと、まあ、富田さんでもやっぱ何十年かかってるでしょ、私も何十年かかってるで、ね、やっぱこの経済性のところが非常にネックになりますね。その確立するのにやっぱり時間もかかるし、うん、とにかく始めるのにやっぱり土地や技術や、ね、まあ、一般的には機械だったり倉庫だったり、そこで何百万とかも今だったらそれじゃ済まないし、そうです、ね、でかつ販売もその昔みたいに青果市場とかさ、まあ言っていいかどうかわからんけど農協とかってわけいかないでしょ。そうすると販売の技術もやっぱり身につけなきゃいけないし、人脈、やっぱネットワークがないとやっていけないんで、それがこうどれが先とかっていうんじゃなくて、やっぱどれも整ってないと生活レベルにいかないですもんね。でそれを全部今ちょっとこう答えを出すことはできないんで、とりあえずやっぱ自分がもうちょっとこう健康の状態、まあ、八木さんぐらい元気やったらさ、50代ですもん、40代見かけ40代、ね、だから10年現役継続して15年継続してきたら、その間に八木さんの出会いとかさ、予期せぬことがいっぱい世の中起こりますもんね、うん、だからそれに期待するわけじゃないけど、そうですよね、うん、今時代がいっぱい変化してるんで、当然あのこのままでいけない地球のあれも考えてね、そうです、だからいい出会いとかいい活動も始まると思うんで、ですね、はい、そんな感じで。ありがとうございます。富田さんいかがですか、お子さんへの継承とか、ね、お子さんに事業継承されましたよね。あ、そうですね。でそれでじゃあ思ったことは全部伝わってますかとか、じゃあ逆にこれから先、まあ、僕らの世界がどんどん変わる中で、うん、富田さんはどんな役割、あるいはどういうことができるというふうに期待されていますか。そうですね、あの、まあ、それが前にですね、小林さんが言われたね、あの俺らがあのここまで出来上がったのに時間がかかったのは事実ですね。では事実だけど、今からは自分たちみたいに長くかかってこう出来上がるというじゃなくて、いろんな人たちがおって、
あの今やり方考え方も昔から比べるとですね、40年とか30年前から比べると確率がはっきり大体出てきたと思う。だから今からやる人たちは短い時間できちっと仕上がるかなっていうのは感じますね。ちょっとそこだけはちょっと、あの、ちょっといろいろつなげる。後から来る方はもう非常に楽な状況になると。いうことですね、はい、やり方次第ではですね、はい、って思います。あのただ、うち後継者はですね、今、今年からあの息子に経営を譲ったんですけど、まだまだ、あの、あれですけど、もうその辺に関しては、あの、もう安心してですね、こう、譲られて、まあ、自分も自由な、あのところに行かれるかなということでですね、今日もここに来させていただいております。あのかんもう基本的な考え方はですね、やっぱあの私が農業の方を中心にやるけど、家内が家の中をまとめてですね、そういう面であの子どもたちにやっぱこう教育というともうあれだけど流れを作って、だから同じ今の自然農法の考え方というのは基本的にはもう子どもたちとはみんなビシッと揃って、多少凸凹はあるかもしれないですね。で、あの孫がまた今その長男が小学校にも3年生におりますけど、百姓せんといかんぞって言うと、それがまあなんかいずれはするかなっていうようになるならば、僕が自然農法で40年、まあ本当は45年ですけど、40年、息子が30年、孫が30年すると、まあ、100年の自然農法の経営ができるところまではですね、あの来ていますね。それと今、ね、あるんですけど、まあ、遊び心ですけど、あの縄文文化をちょこっとこうね、あのかじり始めた時に、縄文あの米の作りはなんか6000年前から米作りが始まっとって、大体3000年とか4000年という話があったけど、 NHK のですね、あれからするのは6000年って、もちろんその陸稲みたいですけどね、でもその頃からずっと肥料農薬をほとんど使ってなかったんじゃないかなと。なんか遊び心ですけど、それを脈々と受け継いでるのは俺らじゃないかななんてですね勝手に解釈して、それをいろんな人に、まあ、遊び心で伝えるのも面白いかなっていう感っていうところですね。ありがとうございます。何かもし付け加えることがありましたら。じゃあ、 あの今それぞれ自分たちのことを喋ってましたけど、はい、絡みがあるとすれば、ちょっと住所は分かりませんけど、あの丹後さんという方で、もちろんあの熊本のピュアリーの社長ですね。はい、山内診療所の宮崎先生、うん、結構いろんなところ、まあ、農業では行ってないけど、その船作りだったり、そうそうそう、桶のあれで出張してますもんね、うん、で熊本に行った時に紹介されて行ったんだって言って、そのお店やられてる、うん、それこそ自然栽培ですね。そうですよね、うん、あの方がね、やっぱあのもうもちろんずっと自然栽培自然農法という考え方あったんだけれども、やっぱあのこれじゃなくなっちゃうということを、あの熊本の方で約17年ぐらい前ですね、それからやっぱ開業されていろいろ苦労されて今に至ってるからですね。で、畑まで連れ、まあ、後藤に来られたんです、その方が、はい、で後藤に来ましたか。そうそう、今年のね3月ちょうどさつまいもの苗、種芋の伏せ込みをしているところに、うん、まあ事前に来るよっていうことを聞いてて、で宮崎先生は販売先だから紹介するよみたいな感じで来れたんですけど、はい、でもう来てちょっとだけ私の話聞いたけど、やっぱり喋りたいこといっぱいあるわけですよ。そのはっきり言ってやっぱ生産者を増やしたいとか、やその自然栽培をやってくれる地域をやっぱ増やしたいっていう、はい、気持ちだと思うんですけど、はい、でそこで今富田さんもおっしゃった、昔はすごく時間がかかったと、うん、もう ないからそうです、あモデルがないから、うんうん、それぞれが試行錯誤だからすごく時間がかかったけど、うん、今はやっぱり時間も短いし作物もあのちょっと増えてるみたいな話をされて、
で千葉かなんかに高橋さんっているんですよね。はい、はい、高橋宏さんですね。その方こうネットにいっぱい出てるから暇な時に見てくださいって言われて、まあ、見たい、まあ、それでちょっと分かったり、あ、そうですか。丹後さんもなんだっけ、こう昔いっぱい悪いもの食べてたから少女時代に、うん、でそれでもいろんなところ病気になって、うん、手術5回したって言ったかな。そういううちで喋ってようなことを全部やっぱ書いてあったから、うん、一応頭の中入りましたけど、だから今そっちにすぐ行こうっていうのはやっぱりなんていうかこう物事の本質っていうかやっぱ掴むやろうとしたら 何にもかかりますもんね、うん、さっきほらそのそうですそうです、農業の一つの技術が何にもかかるとまた違う意味で、うん、あの仕事とかそうでしょ。そうです。納得して、まあ、た例えばその世の中に出してそれがこう、うん、認められたり、まあ、それこそお金出しても欲しいって言われるなら何年もかかるんで、うん、だから今はちょっと自分のやってることをこうずっとしたいなと思ってますけど、そうですね、で農業に関してはね、そうですね、こう思ってます。なんていうかこう、まあ、宗教とかは全て悪いわけじゃないですけど、大体ですよ、こうなんかちょっと排他性とかあるじゃないですか。自分がやってることが一番で、あとはもう一切ダメみたいな。で政治の方はこう基本選挙ですから勝ち負けじゃないですか。で勝った方がはるかに優位ですもんね。で負けた方はその土俵に乗れないじゃないですか、うん、世の中を良くしていく土俵に乗れないじゃないですか、うん、だから本来そういうのどうなのかなって思うんですよ。だから農業でもね、ややもそっと排他性って出てきますよね。 それぞれ流派があって、うん、やっぱどうしても自分がやってることを信じたいっていうか一番いいと思いたいから倒して否定したいみたいなところが出てくるじゃないですか。でやっぱそれやらないで、うん、それやらないのが一番よくてですよ、ね、なんていうかな、答えが一つじゃないっていうのかな。もうよっぽど違ったらさダメですよ。そう除草剤が何で悪いのみたいな、そんなんじゃなくてこう非常に近いところいるのにさ、あの仲悪いっていうのはあんまりいいことじゃないんで、だからただ自分がやったことないから真髄を分かってないだけで近いところにいるんだから、やっぱお互い応援し合うっていうのかな、気持ちだけでも、はい、そういうのがすごく大事なのかなと思いますね。もう農業でも例えば有機農業、自然農法、自然農業とかでやってる人は農業全体から言ってもすごくパーセンテージ少ないし、農業に携わること自体すごくどんどん減ってるわけですよ。それをさ、そこでまたこうトラブルとか喧嘩はしない方がいいかなと思いますね。まあ、私今回ご投票させていただいたのは、まあ、3年ぐらい前から小葉さんのような方々が地道にやれて技術習得できている人々さんはもうそういった意味ではもう一つのやり方を築き上げた。だからそろそろ新規参入してもいいんじゃないのと思って、まあ、例えば後藤だったら、あ、自分でやりますっていう人がこう手を挙げてくれてるのかなと半分期待してきてるんですよ。そのあたりどうですかね。現在いる人がですか。そうですそうです。どうでしょうかな。その後藤の移住者とか新規って言っても一括りできないですね。できないですね。いろんな人がいて、まずそれが分かりました。はい、でそもそもさ、そのコロナもあってやっぱ非常に今も出会い直接ね、はい、こっちじゃなくて直接の出会いの機会がめちゃくちゃ減ってますもん ね、 減ってますもんね。それで年齢的にいろんな会はもう大体引退する時期ですもんね、うん、まあ、今年になって1個辞めましたけど、うん、だからそういうのもあって全く見えないですよね。だって結局政府の基本方針の中にももう有機なり、ね、そういったオーガニックのものを 25% まで上げましょうって方針出てますからね、うん、本当に追い風だと思うんだけど、それに乗ってくる人がいればもう本当にどんどんやりたいなと思うんだけど、今のところ僕はそれがまだ見えなくてそこら辺で言うと、はい、ちょっとあの正確な数字、まあ、そっちの専門家じゃないんであれですけど、
まあ、入江さんのところにこう認証の人が来て、はい、まあ、その数字とか講習会みたいなのね聞いて、ほとんど増えてないですもんね、うん、だから新しく始める人も絶対いるわけですから、うん、っていうことは今までの人がやっぱ辞めていったり、うん、その続いてないし、少なくともその普及がされてない、ね、で細かいところで言ったら様々な矛盾点がありますよ。非常にその厳しい、お金がかかるだけじゃなくて、うん、まあ今年春直面したんですけど、そのジャスの認証を取ろうとするでしょ。そこを、まあ、例えばさつまいもだったら2年に1回か3年に2回ぐらいこう作るようにしてるわけですよ。やっぱ連作すると若干こう質が落ちたりするもんね。だからずっとその登録してる間ずっと管理されてる、うん、管理っていうのはその作業だけじゃなくて違うものを巻いたり作ったりしたら記録ま取ったり、種をどこで買ったかとかさ、うん、特に自前で調達する分はほとんどうるさくない、うん、例えば人からなんか堆肥かなんかもらったとしてもそういうのはうるさくないんですけど、どっかから何か買うと必ずその証明、うん、でみんなほらその例えばね 2,3 年前あったのは牛乳を買うとするじゃないですか。まあ資材作りと仮に牛乳を買うとするでしょ。でそしたらそれは大手の乳業会社とか出してるでしょ。で多分北海道の 牛乳だとしたら、でも餌は多分海外のものとか使ってますよね、うん、そこに遺伝子組み換えが入ってる可能性があるとかさ、うん、でも理屈は分かるけど、そんなの証明入ってない証明とか一般に売られてるもんで無理でしょ、うん、それは今なくなったって言ったけど、人間が飲むもんだから、うん、今は大丈夫ってなったけど3年後にそういうのもあって、うん、自然農業でその今売ってる資材でさえ引っかかったんですよ、うん、あれ自然のものよ、ただの そこはほら販売で購入して向こうが出してくれないからあれだけど、だから明らかになんていうか本気で、うん、このことは日本や世界のために雪の農産物を増やすことはねいいことだから本気出してやろうっていうんじゃなくて、そうじゃなかったりもう いらない仕事を増やしたくないっていうのも見え目かなっていう感じ、そうなん、うん、と思いましたけど、うん、だからそれで言うと、あの食べチョクってサイトありますよね。食べチョクインターネット販売、秋元さんつって、うん、野球の横浜ベイスターズの DeNA に IT の技術者にいた人、そこがこう今基本有機農産物を扱ってるんですけど、うん、基本ね、まあ、増えてるんですよ会員が。そしたら そこら辺を独自のルールでこう認定するようになったんですよ。だから農家目線、本当にいいものを作ったりこだわってやってる、でも規模が小さい、うん、そういう人を光を当ててやってもらおうじゃないかっていうんで独自のルールを作って、それもあってこう増えてるんですよ。だから やっぱその違いって分かるでしょ。精度はあるけど、うん、本気でその国でやる行政で やろうとしないでそのままにしている人と、うん、もうこれはもう農家を減らしたら大変ごとよ。だから特に有機農業とか自然農業でやってる人を減らしたら大変ごとよって本気でやる人との違いですね、うん、すいません、喋りすぎました。いや、とんでもない。今日は貴重な時間ありがとうございました。また次の機会でよろしくお願いします。